もう敵を作れるアロマです。みんなうすうす気づいてると思うけど、ほとんどの片思いは実らないって分かってるよね。そこを僕は今回、皆さんの初期のコミュニケーションに問題があると仮説を立てました。最初は下心をできるだけ見せないように友達として近寄りますけど、その友達としてのアプローチが本間の友達になってもうと終わりみたいなことってよくあるじゃないですか。いきなりがっつくのもあれだし、完全に友達になってしまうっていうのもダメ。じゃあさ、この分岐点ってさ、どこで？そんな悩める男女に、僕は今日絶対に手遅れにならない恋人への分岐点となるようなフレーズを5個用意したんで聞いてください。今回のテクニックは男女向けなんですが、前半は特に男の子に使ってもらいたいと思ってまして、後半は女の子におすすめです。今回は前提として、学校とか職場とかなんだかんだでよく会うグループラインでも何でもいいから連絡を取り合う手段があるという前提のテクニックです。いや俺はまだ好きな人の連絡先知らねえよという方は、知った時に有利な情報になるんで、ぜひ聞いていってください。では一つ目、ねえ何曜日に誘うのがおすすめって聞いてみましょう。この発言は今すぐにでもどこどこ行こうよというお誘いではないから軽いんですよね。だから言いやすい、言いやすいくせに僕はあなたのことを誘おうと思ってます。あなたを誘おうとしたら何曜日がいいですか？答えられた曜日で僕誘おうと思いますけど、っていう好きバレしにくくて言いやすい牽制ができるんですよ。これ皆さんがされたと思ったら回答しやすくないですか？そうだな、水曜日と土日は結構暇してるかも。答えるだけでいいんですから。別にまだ誘われてるわけじゃないから答えやすいですよね。これで好感触だったらもう一歩行きましょう。二つ目、例えばさ、行きやすい駅ってどこ？これをすることでより具体的なお誘いへと進展させることができるんですよね。これはいっぺんに聞いちゃダメです。あのさ、ちょっと聞きたいんやけど、何曜日が暇でどこの駅が近いみたいな質問されたら、いきなり距離詰めてきたなみたいな感覚になっちゃって警戒されちゃうんですよね。だから何曜日に誘うのがおすすめ？あ、そっか、水曜と土曜か。ちなみにさ、行きやすい駅ってどこ？じゃあ渋谷、新宿、銀座だったらどこが行きやすい？で具体的に聞いてあげましょう。そうすると答えやすい質問のままデートにお誘いをするという突破口が開けていくんですよね。そして3つ目、男女かなり使えます。というかすでにやってる人多いと思います。〇〇もう見た？鬼滅の刃の映画もう見た？〇〇もう行った？同じシリーズですね。なんかイルミネーション始まってるけどもう見に行った？夏なら花火大会もう行った？っていう質問をしましょう。皆さんの予想通り、これはデートに進展していきやすい質問ですよね。でもね、これ何の脈絡もなく同直球で投げてる人が多いと思うんです。何々もう見た？っていうのはもう抑えなんですよ。1球目投げた。ねえねえ、何曜日に誘うのがおすすめ？ストライク。ピッチャーに2球目投げた。行きやすい駅どこ？ストライク。3球目ここで決めるか？鬼滅の刃もう見た？見てない？じゃあ行こうよ。これができれば皆さんも恋の MVP 獲得確定。ヒーローインタビューの準備でもしといてください。残り2つはちょっと女の子向け。これはなぜかというと、女の子がガールズトークの中で女の子同士を誘う時によく使われているフレーズだから、女子の方が使いやすいよっていう話なんですよね。でも実はそのガールズトークでしているお誘いっていうのをそのまま男の子にするとめちゃめちゃ誘えたりするんです。っていうのが4つ目、食べ物の話題が出てる時に言ってください。あ、それさ、最近新しく店できたの行った？なんか誘いやすそうじゃないですか？これは実際いろんな新しい店を知っていないと対面の会話でね、切り返せないじゃないですか。だから普段から新しい店はチェックしといてねって話ではあるんですけども、知らなくても OK なんですよ。だってこれ別に会ってる時に誘わなくても LINE で誘えばいいじゃないですか。相手が好きなものを言いました。お相手の行動圏内の中でバチコリね、新しい店ができたかどうかっていうのを確認するわけですよ。でなんかいい感じの店が見つけたら、ここも行ったっていう風に聞いてあげてください。相手も興味を持ってるはずなんで、デートが成立する確率が上がりますよね。この調べるという工程を挟むだけで、お相手が好きなものがパンケーキだろうが卵かけご飯だろうが砂肝だろうが何だってカバーできるんです。では最後5つ目、超シンプルに締めます。それ一緒に見に行こうよ。もうお誘いですよね。なぜ5つ目にこれを入れたかというと、これまでの4つのフレーズは全部ジャブなんですよ。相手のガードを崩すための牽制なんですよね。相手のガードが緩んできたらちゃんと右ストレートを打たなきゃいけないんです。何曜日に誘うのがおすすめ？水曜日。あと土曜日。行きやすい駅どこ？銀座。鬼滅の刃も見た？まだ。君が好きなあの店、新しいメニューできたらしいよ。行きたい。じゃあそれ一緒に行こうよ。ボーン。最後にちゃんとパンチ打とうねっていう話です。一緒に食べに行こうでも一緒に見に行こうでもね、とにかく一緒に〇〇しようっていう誘いを必ず入れることです。これは5つのフレーズというより、まあ全部やっちゃってもらって大丈夫なんですよね。全部聞いてみれば、なんだこんなことかと思った人多いんじゃないですかね。でもこれが王道の恋のスタート地点なんですよ。みんなシャイになったり装飾系って言われたりね、こういう基礎をできないでくすぶってたりするんです。そうやって何も誘い出せないまま学園生活とか会社員生活っていうのが何年も経ってしまって、いざ卒業だ、移動だ、引っ越しだってなった時に、あ、告白しなきゃーってなって焦る。関係性はまだ縮められてないっていう、焦ってしまう恋愛っていうのに追い込まれてしまうんですよ。そうならないようにするためには、最初は肝心、自分は末長い友達じゃなくて末長い恋人候補でもあるよっていうアピールをちゃんとしましょうね。もっともっと細かいテクニックが知りたい人はぜひチャンネル登録をしていってください。必ずあなたの役に立ちます。配信してる動画本数めちゃくちゃ多いんでね、中には誰が見るねんみたいな、好きな人が骨折した時にどうしたら好かれるかっていう動画とかもあるんでね、 YouTube 界で一番恋愛に詳しいチャンネルということで、ぜひねまた見に来てくれたら嬉しいです。アディダス。